みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回ね、もう来週からはもう新学期ということで、今回はね、学校で使ってるお道具箱のね、中身を変えていきたいと思います。全部じゃないんですけど、新学期ということで気分をね、変えたいじゃないですか。ということで今回はね、ロフトで買ってきました。ということで今回はね、この買ってきたものをね、入れ替えるという動画です。あ、入れ替えて新しいお道具箱の紹介もします。はい、紹介をしたいと思います。はい、ということでこちらが今使っているお道具箱です。切ってる？こんな感じで全部映るように。で、ここに取っ手があるんだけど、うん、私はね、全部入れちゃうタイプです。あの、うん、持ってきた袋にこんな感じのお道具箱です、うん、で、開けるとこうなってて、うん、4年生のテスト&ドリルと、あ、名前書いた、都道府県を覚えるやつと、あと出ましたお道具箱やばい、来たネーム出てきました。ネームこんな感じで映ってるかな。中身はこんな感じです。多分名前がついてないと思うんですけど、うんうんうん、こんな感じで、うん、大体ピンクなんですね、私。で、このハサミとか見てください。真っ黒ですよね。4年間頑張って使ってきました。で、このテープやばいんですよ。中のね、うん、セロハンテープないし、すごい絵の具ついてて、すごい汚いんですね。他にもね、色鉛筆か見てください、ほぼ半分ないっていう。ないの？なんで？紛失ですか？ないっていう。なんかね、なくなっちゃって、うん、知らぬ間に赤とか青が消えてっちゃって、うんうん、まあ、消えてつも使ってたんですけど、はい、そういうのがあって買い替えたいと思ったんですね。ということで、はい、今から買ってきたものを紹介して買い替えていきます。クレヨンも汚いんだけどね。でもまだ使える。でもクレヨンあんま使わないもんね。ほら見て。あ、でもまあまあじゃん。いけるよね。うんうん、だから買わなかったもん。ま、クレヨンはね、まだいけそうです。クレヨンまだいけるよね。のりも買い替えたばっかの。うん、のりもね、いいよね。いいよね、これ。で、使えるものは使って。使えるものは使います。コンパスもね。コンパスもまだ2年しか使ってないんで、うん、頑張って使って。これはもらいました。あと、なぜか鉛筆が入ってました、うん、あとはあとだね。あ、オッケーオッケー。あとはもう、あとはもう大丈夫、物差しだね。30センチ物差し。それとあと箱がすごいよね。もうお道具箱自体がバリバリ。じゃあそこバリバリを見せてください。蓋がバリバリじゃなかった？蓋じゃない、本体がバリバリ。ちょっと名前を、どこがバリバリなの？名前のね、名前が、うん、あ、名前なんだ。ここがね、やば。あ、見えるかな？あ、それ大丈夫。うん、見える？うん、見える？見えてる。ここもバリバリじゃない？ここ。あ、ここだね。ここもやばい、ね。ここもやばいし、もうこの辺までひびが入ってる。やばい、ね。やばいね。もう道具箱もね、実はバリバリなんですよ。見えるかな？どう見せれば。名前がね、ちょうどいいところに書いちゃってあって、割れてる近くに。はい、まあこんな感じで一応わかるかな、はい、やばいよね、うんうん、汚いし黒いし、もう割れてるし、うん、みたいな。みんなもお道具箱ね、変えてるそうなんですけど、しほちゃんまだ変えてなくて、2年生から変えてる人いました、ね、1年使ったらまた買い替える。でもこれがいいんでしょ。そうですね、気に入っちゃってるんでしょ。あと2年使えるかな。まあ頑張ればいけるか。うん、使うように。なんかね、探し、これに似たの探したんだけどなくてね。なんか色が濃かったり、つながってたりして、なんかね、違うんですよ。そうなのね。そうなの、なんかこだわってやっぱこれが好きなのね。そう、これがいいの。1年生の頃からずっと一緒なの、これは。そうね、だからずっと使うの。
はい、じゃあ今回に新しくしたものをお願いします。紹介しますね。今回ロフトに行ってきました。はい、ということで早速紹介していきたいと思います。まず色鉛筆からいきますか、うん、まず色鉛筆はバラで買っちゃってます。12本で、容器を変えたいなと思って、今回こちらのペンケースにね、色鉛筆を入れたいと思います。あれね、しほちゃんなんか見覚えありません？これ、見覚えありますよね。そうなんですよ、そうなんですよ消えた。なんと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 、私が新学期で使う筆箱がこちらでございます、うん、あれあれ同じ、あれ合わせたかった、ね、うん、合わせたくて買ってきました。はい、で こっちが筆箱で、こっちにね、色鉛筆を入れたいと思います。はい、じゃあ入れちゃっていいですか。うん、あ、削ってないけどもいいか、とりあえずね。多分この色なんだよね。合ってる？多分合ってる。まあ大体合ってれば。だよね。オッケーオッケーオッケー、入った入った。こんな感じです。入りました。で、こちらをお道具箱にこう入れていくと。うん。あ、いいですね。あ、色も合ってる、ね。色も合ってる。お道具箱と色が合ってる。あ、なんか三角定規も入ってる？三角定規。あ、これ百均ね？これ百均。良くない？これ。可愛い。可愛いよね。うん、これ百均だって皆様。百均なんですよ。百均だってとか言うから。ダイソーだったよね、そういえばね。ダイソーで買いました。これめっちゃ可愛くて、うん、持ってます。ということで次にね、ハサミいきますか。はい。ハサミはこちら、じゃん。あの、子供用買ってきました。で、右利き用で買ってきました。こちらね、あの、前持ってるのと似てていいなと思ったんで、うん、はい、入れていこう。子供用だからね。あ、ちっちゃいかも意外と。あ、ちっちゃい、うん、あ、かわいい。でも別にちっちゃくても使えれば大丈夫でしょ。使えば大丈夫、うん、いいじゃん、蓋のやついいじゃん、こんな感じで、うん、こちらをこの辺に行こう。はい。で、次にね、セロハンテープ。セロハンテープはね、色が白くなりました。うん、じゃーん、白。かっこよくない？白。すごいね。本当はピンク探してたんだけど、白かっこいいなって思っちゃって、うん、白買ってきました。うん、え、見てくださいこれ。なんかね、うん、開ける。うん、違う、合わせる、締める、あげるって書いてある。あげる、これ。あ、なるほどね。あげる、あ、開けるだ、開ける。開ける。合わせる、あ、なるほどね。あ、なるほど、なるほど、なるほど。こちらにね、合わせる、締める、あげるって書いてあるんですけど、あの、ここに合わせて、うん、こう、あの、なんていうの、こうすると開くんですよ、うん、あ、そういうことね、それで変えられるってこと。これで変えて、そう、で、またこう閉めると、閉めると。へー、なるほど、そうやって変えるんだね。なるほどね、かわいいね。いいよね、うん、あ、次にですね、私前までホッチキス入ってたんですけど、壊れちゃってそれから入れてなかったんで、ホッチキスも買ってきました。ちっちゃい、このちっちゃくてすごい可愛いやつ買ってきました。可愛くない？この小ささ、すごいね、すごいんですよ。でも小さくてもね、10枚は止められるんでしょ、ね、はい、畳んで収納できるホッチキスって感じで、かっこいい感じじゃない、うん、そうなんで。かわいい、ちっちゃ、見てください、これめっちゃかわいくない？かわいいよね、うん、めっちゃかわいい、このちっちゃ、これをね、この辺にこう入れれば、お、よくない？これ出来上がり？出来上がりです。出来上がりました。おお、いいね。で、このね、うん、付箋があ、これを変えようと思って、
ね、ギョロメが入ってないんで、ギョロメのシリーズを一回家で使おうと思って、あれ、あれを欲し、あれがいいんですか。あ、ちょっとずつだったね、うん、このね、うん、ギョロメのね、視点を変えてこっちもちょっと大人っぽいのにしようかなと思って、こちらは300円ショップ、スリーコインズで買いました。これをね、この辺に置いて、お、いいじゃん、お、良くない、うん、で、筆箱をこう、筆箱はそこに入れないでしょ、別に見えるかな、こんな感じで見てください、これ、あ、いける、なんか、虫眼鏡が起こってきた虫眼鏡もこっちでいっか、大丈夫かな、名前が心配です。こんな感じ、こんな感じ、はい、になってるそうです。あのライブやった時とかも、あの生放送ね、はい、あの道具箱を紹介してほしいっていうコメントがあったので、ちょっと初めてやってみました。いつも道具箱って紹介とかしたことなかったんだけど、ずっと学校にあるんで、冬、ね、休みとか以来、うんうん、以外、そうなので、ママもまじまじと見るのがなんか初めてというか、本当めっちゃ汚くなったでしょ、ね、でもなんか一回割れてどうにかしたいっていうので一回お道具箱いろいろ検索した記憶はあったんですけど、まだちゃんとこれ使ってたというね割れてもね、うん、これがいいんですよ、うん、あと2年これで頑張りますね、継ぎはぎしてでもこれで頑張ってください。じゃあもうここまで来たら、うん、4年間使ってきたんで、ね、お道具箱は、うん、頑張って、うん、耐えてね、まあ、変えようっていう案も出したんだけど、まあ、しょうちゃんがどうしてもこの形がいいっていうので、そう、これがいいんですよ、ね、これが使いやすい、これが使いやすい、探してもね、で先生に言ったら多分くれるんだよ。あ、学校で変えたりもするのかもしれないよ ね、 だよね。でもバリバリに割れてるわけじゃないからまだいけそうだよね。まだいきます、うん、まだいきます、頑張って。リミと道具箱違うの？あ、一緒で、一緒一緒、あ、一緒なんだやっぱり、うん、一緒だから、うん、あ、リミの紹介する？リミの超汚そうで多分嫌がりそうじゃない？いいじゃん、抜き打ちっぽくて抜き打ち、リミのお道具箱チェーン。じゃあこの後やろうか、イエーイ、リミに持ってきてもらうかどれぐらい汚いか。じゃあもう早速呼びますよ。うん、じゃあ次の動画になりますので、あ、次の動画になりますので、皆さん楽しみにしておいてください。はい、ということでね、今回は私のね、お道具箱をね変えようという動画でした。次はね、次回はリミちゃんの抜き打ちなので楽しみにしておいてください。それではバイバーイ。